岩田敦です。今日もですね、ちょっと、皆さんと共にですね、いろんな問題考えたいんですけれども、まあ、ここだけの話という、いつもの例の企画を始めてみたいと思います。今日のテーマはですね、ちょっと今日外に出るものですから、ちょっといつものホワイトボードないんですけれども、ちょっと、まあ、字汚いんですけど、私が書きました。ちょっと許してください。テーマはですね、いくつかあります。じゃん。入閣してほしい政治家。これ見えますかね？大丈夫。はい。はい。じゃん。全国学力テスト、子供の学力を決めるのは？ということですね。はい。はい。朝鮮学校への補助金を考える。まあ、これも、まあ、ちょっとホットな話題ですね。はい。はい。自民党新人女性候補へ100万円。ほうほう。これもなんか面白そうですね。はい。木原氏問題と政局ということで、ちょっと、これは後だね。どうしますか？これから行きますか？まあ、なかなか、ちょっとディープすぎましたね。ディープなんです。はい。はい、じゃあ、たまたま出たんで、これで行きましょうかね。はい。これでいかがですか？はい、自民党新人女性候補へ100万円と。この話題からいこうと思いますけど、はい、いいですかね。はい。はい。じゃあ、なんか、記事かなんかありますか？はい。記事読み上げます。はい。ちゃんと滑舌よく。滑舌よく。はい、はい。自民党は1日、今後10年間で女性議員を3割にする目標を実現するため、女性や子育て中の衆議院の候補者に対し、100万円を支給するなどの新たな支援策を打ち出した。で、こちら内容が、新人女性候補者には100万円を支給。で、男女問わず未就学児を子育てする男女や、家族の介護のケアを行う候補者に100万円を支給。未就学児であれば、2人目以降は1人につき50万円を支給。まあ、要するに、未就学児3人を育てる女性候補者の場合、300万円受け取れる制度となっているという、こちら。ちょっと待って、はい、今の最後のケースでいくと。はい。なんだっけ？もう一回言って。未就学児を。が2人いるの。はい。未就学児を3人育てる。3人、はい、はい。3人育てる女性候補の場合。だから女性として100万円。そうです。で、未就学児1人が100万円。はい。で、次ということで、50、はい、50ということで300万円。そうです。あ、これなんかやっぱあれよね、これだけ聞いてると、はい、長男の方が偉くて、はい、次男以下は半額やという話にも聞こえるね。そうですね、はい。なんかこれ逆になんか少子化なんか対策に、なんていうかな、逆行するというふうにもね、なんか思いますけど。で、まあこれを、支援策を発表したのが自民党の茂木幹事長。まあ高い。はい。ああ、ちんちくりん。まあ、いろいろ物議を醸しているんですが。はいはい。もうそりゃそうでしょ。だって、はい、何これ。で、新人の女性候補だったら100万円やると。はい。で、100万円やれば、はい、もう子育てもなんとか文句言うなよと。うん。もう100万やったんだからと。うん。で、100万でね、なんとかなるかっていう問題だし、そのね、例えば女性候補がむちゃくちゃ金持ちだったらどうするのこれ。そうですね。例えばもう超富裕層でね。はい。もうなんかね、オフランスとか言ってね、うん、なんかもうなんか言ってますみたいな感じでね。うん、やったらどうするわけ？だってもう何？100万円、うん、あ、昨日飲んじゃったとか。はい、そういう人に100万円あげてなんか意味あるもん。意味はないですね。ないよね。はい、で、大体ね、これね、よくわからないんだけれども、まずそもそも、その女性議員を3割にしたいっていう、はい、ここのね、目標、はい。これがね、やっぱり私はおかしいと思う。はい、なんで、能力とか、じゃなくて、はいはい、とにかく、女であればいいんだと。はい、でも3割しちゃえしちゃえと、はい、いうことでしょ。こういうことやってるから、はい、エッフェル塔みたいなアホが出てくるんじゃないの？そうですね。おっしゃる通りですよね。だってね、はい、普通に考えて、僕はね、これ前から言ってることなんだけど、はい、例えば、政治家としてね、はい、ふさわしい人であれば、女性であれ、男性であれ、どちらだっていいわけですよ、うん。だから、あくまで基準は政治家としてどちらがふさわしいかであるべきであって、うん、はい、これが平等でしょ、うん、例えばじゃあね、お前はね、そんなこと言ってね、本当はね、
女の政治家なんてね、なってほしくないだろうと思ってんだろうというね、批判する人も世の中いるんだけど、はい、違いますよ。だって私尊敬するのはサッチャーさんとゴールドメイヤーなんだから、はい、あの、これ二人とも女性ですよ。うん、で、これ尊敬してますよ。はい、その辺のね、岸田文雄とかね、うん、チンチクリンとかね、比べて、やっぱりサッチャーさんの方がずっと、ね、かっこいいし、うん、むしろ男らしいと思いますよ。うん、だからこれ、何言ってんのという気がしますね、うん。女性、女でありさえすればいいんだと。はい、この人はね、女性に対してね、今までやってきた女性の政治家に対しても失礼だと。失礼ですね。うん。だって、そうだよね。なんであの人って政治家になれたの？見りゃわかるじゃん。女だからだよと。うん、あの男だったら慣れてねえよと、うん。こんなね、こと言われたら屈辱でしょ、普通に考えて、うん。なんでね、あいつね、あの何、あんなにね、なんか活躍してるの？それね、女だからだよっていう、これほど男女平等と逆行するね、はい、あの、考え方ってないと僕は思うんですね。うん、だって今だって十分女性活躍できるでしょ、はい、これ、なんかおかしいですかね。だから、100万円に釣られたんだよ、あの人は。みたいな感じで。最悪出てたら100万円。ああ、出ましたね。100万でね、はい、何ができるのよ。いや、個人にしてみたら100万円って大金だよ。はい、私見たら貧乏人からしたらね。はい、だから、100万円ね、もらったらね、おラッキーと思うけど、選挙に出るっていう時にね、100万円って、大した額じゃないですよ。だって事務所借りて、なんかやってったら100万円はすぐ勤めるから、はい、だから、もうこれね、やっぱりね、なんか、やっぱなんか、シェイシェイの発想が、みみっちいんだよ。はい、うん。だから田舎者だよ、これ。本当に。これね、田舎でね、はい、あの、なんか、村議会議員をね、はい、このなんか女性を増やす、100万円とかならね、はい、まあ、事務所だって安いですから、はい、あの、田舎の選挙で、ね、やるときはね。だから、そうだったらいいけど、都会でね、やるときにね、そんな100万円ぐらいでね、何ができますかっていう感じでね、やっぱり頭の中身がチンチクリンなんだよ。もう本当に、どうしようもないと思うね、こんなの。じゃあ、茂木幹事長の発言をちょっとじゃあ読み上げます。はい。これまでとレベルの異なる支援策で国政の我が党の女性議員の割合 30% にする目標達成への自民党の本気度を示すものだ。これが本気かい？100万円やるって言ったらね、みんなこそって手を挙げるっていうと、あ、わー、もう100万円くださいと。じゃあ、未就学児っていうことは、はい、6歳から小学生でしょ、はい、だから6歳以下ってことでしょ、はい、5歳より下でしょ、はい、5歳より下でね。まあまあ、いましたよ。私のね、友人でもね、もう子供生まれたばっかりだけど選挙に突っ込んでったっていうのね。でも、やっぱ奥さんがね、その分家でね、あの、すごい、あの、子供をね、子育てして、はい、で、支えるという形でね、うまくね、やって、で、衆議院になりましたよ。うん、まあ、その後ちょっとダメだったけど、一回はね、受かりましたよ。だから、そういうのってあるし、はい、でもこの人ね、別にね、100万円もらうためにやったわけじゃないよ。まあ、100万円くれるって、100万円あげるから出てよって言ったら、怒るんじゃない？これ、だって、私ね、人生かけて選挙出るんですと。はい。だってもうね、自分の退路を断ってね、普通の人の場合は、出るわけですよ、はい。もう会社戻れないから、普通、うん。で、そうやって考えてみると、退路を断ってね、なんかね、もう私はね、もう死ぬ気で選挙に持ってますと言ってる時に、はい、おお !100 万円だ。それ、もらって怒る人はいないかもしれないけど、後でね、あの人って知ってた？ 100 万円欲しいから出たんでしょってことね。うん、屈辱だよね、こんなの。うん、で、大体ね、子供がね、6歳と7歳で、そんな手のかかり方違うかとかってね、やっぱいろんな文句あると思うよ。そうですね。だって7歳だったらね、100万円じゃなくてもうゼロなんでしょ？はい。何それ？よくわかんないよ。で、こんなことやったらね、はい、優秀な人材が来るって思ってる段階で、うん、自民党、しかも何？本気を見せる？はい。本気度を示す。だお前の本気度って一体なんだと言いたいよ。だからもう本当にね、こんなのでね、総理総裁目指すとかね、やめてくれと。うん、なんかでも、茂木って、すごい面白いよね。なんか、何かをやればやるだけ、なんか滑稽に見えるっていうか、うん、もうなんていうのかな、あの、踊るアホに見るアホみたいな感じで、うん、すごくなんか、良くない。うん。さすがチンチクリンだよ。さすがチンチクリンだよ、本当に。だからもう何なんか、何やっても、なんか、踊るポンポコリンじゃなくて、はい、なんか、もう、なんか、踊るチンチクリンみたいな感じになってるから、ダメでしょ。まあ、だって、これでね、で、しかもね、もう話戻すと、女性3割にするんだと。はい。なんで2割9分じゃなくて、あのね、31% でもなくて 30% なんだと。うん。この基準がよくわからないでしょ。わからないですね。
ねえ、なんで30なんだと、うん。29じゃね、いけないっていうのはなんでなのって、うん。だってね、数値目標っていうのはね、作ってもいいんだけど、これね、大体根拠ないんですよ。うん、だから数値目標って、上がるんだけど、なんでって言った時に、こうこうこういう理由でって理由が出てくることってほとんどない。うん、だから、まあ、バカバカしい目標ですよ。で、これね、やるために、だからね、皆さんもね、見てて思われると思うけど、最近ね、自民党の女性議員のご乱心ぶりがね、目に余るというふうに思いますね。はい、例えば LGBT 法案をね、なんか無理やりにね、これ、突撃していった、稲田朋美とかね。はい。で、それから、エッフェル塔の前で、エッフェルとかやってるエッフェル松川とかですね。エッフェル松川そう。なんか売れない芸人でしょ。売れない芸人でしょ。だからエッフェル松川でしょ。ちなみにね、エッフェル松川は、はい、女性局長ですよ。うん。だから、ああいうのを目指して女性を選ぶんですかね。まあでも、そういうことを。女性局長なんだから、はい。あれをみんなで、だからみんなで、はい、エッフェルっていうふうにやりに行くわけでしょ。だからもう、本当になんか、国民の感情を逆なでしてますよ、うん。だからね、国民の意識から乖離してるでしょ。うん、みんなだってね、本当にね、汗水垂らしてね、働いてると。で、そういう時にね、なんかね、ホリエモンかなんかがね、そんなのひがみ根性だと。だからそんなのね、気にする必要ないみたいなこと言ってたけど、そうじゃないんだよね、うん。で、あるいはね、こういうこと言う人もいるんですよ。いやいや、研修って言ったって24時間ずっと研修してるわけじゃないんだから、はい、写真撮ったりね、はい、なんか多分、美味しいもの食べたりしたって、別に研修してればいいんだと、うん。それは僕もそう思うよ、うん。だけどね、それと、そういう写真をわざわざピックアップして、うん、国民というか全世界に晒すっていうことね、うん、しかもそれを晒したら、どういう反応されるだろうかっていうことが、わからない。うんうん、この、知性のなさ、うん、心根の癒しさを言いたいわけだよ。うん、お前は何、こんなところでなんか、私エッフェル塔の前に来ましたとか自慢でもしたいんかいと。だけどね、他のね、例えばね、議員が、例えば普通にね、エッフェル塔の前でね、普通に写真撮ってるのを見てね、そこまで怒らないと、うん、今研修をやってきました。はい、つかの間の休憩ですが、エッフェル塔がちょうどあったので、写真撮りますとか、書いてあったらね、はい、そこは、誰も怒らないけど、パリの街並みの美しさ、ウェーエッフェルとかやってたらね、なんやねんと。お前、なんやと。何しに行っとんねんと。なんか、いや、有意義な研修でしたと。それはお前にとって有意義だろうよという話にしかならないからね。うん、だからやっぱり、周りからしたら、ふざけんなよと。はい。で、そこまで考えて、自分の、意見を発信するのが政治家に求められるわけです。はい。だってなんでかって言ったら政治家っていうのはやっぱりお金持ち相手にしてるだけの仕事じゃないんだから。うん。つまり日本国内にいる恵まれない人、あるいは最も恵まれない人、そういう人たちに目配りしながら、そういう人たちが少しでもいい生活をできるようにっていうことを配慮すると。それがやっぱり一つの役割であって、うん、私はいつも、ね、これ言うとなんかちょっと左翼っぽく聞こえるかもしれないけど、政治っていうのは基本的には弱者のためにあると。はい、それなんでかって言ったら、強者っていうのは、放っておいたって強いんだから、うん、まあこれ邪魔するよね、共産主義者みたいな。金持ってんのかよ。おい、金田さんかいと、うん。こういうね、ヤクザの恫喝みたいな共産主義ってのはダメだけど、はい、まあ、その人たちどうぞ頑張ってくださいというふうにやるけど、でも、そのまま経済の原則っていうのは、そのまま放置しておくとどうなるかって言ったら、強いものが勝って、うん、で、弱いものは負けるんですよ。うん、で、弱肉強食っていうのは、ある意味で市場原理の、まあ、基本的な姿なわけだ。はい、で、その姿を、じゃあ是正しなくちゃいけないと。で、そのために政治があるわけで。はい、だから、良きね、経営者、よくね、なんか言うんだよね、熱海の社長とかやってたさ、なんか、おっさんがなんか言ってたけど、政治家にはね、経営感覚が足りないとかなんか言うね。言うと、うん、経営感覚って確かに大事なんですよ。はい、で、それが全くいらないっていうつもりはないけど、はい、でもやっぱり政治家と経営者って違うのは、経営者だったらね、無能な社員がいたらね、変な話ね、最終的にはクビにしちゃえばいいと、いうことできるけど、うん、政治家はね、無能な国民をね、クビにしますと、これ絶対できないですよ。こんなことやったら、ナチスですよ。はい、だからもう君生きてる意味ないからと、うん。これナチスになるから。そういうことやっちゃいけない。で、とするとね、やっぱり、最もね、恵まれない人とか、で、そういう人たちに向かって、目配りをして、はい、その人たちが、ね、もう完璧にね、全員がね、もう豊かでね、もう最高級なね、生活ができるようになんてのはありっこないんだけど、うん、でもやっぱりね、この、少しはね、ああ、生きててよかったな、というふうに思えるような、こういう生活をできるように、
はい、少しでも誇りを持って生活できるようにそういう土台を作っていくのが政治家だと思ってるから、はい、そういうね庶民とか弱者のことお前考えたことないだろっていう風に目で見られるのに当たり前なんですよ、あんなもの出していたら、うん、いいよあれがね経営者だったらいいよ、私はねなんかもうこんな金稼いだんだと、はい、ね、でそのしかも正当に稼いだんだと、うん、例えばなんかこの間なんか見てたら、YouTuber のヒカキンっていう人、はい、20億円の豪邸を建てたらしいです。あ、はい、これ ね私これのやっと建てられましたと言うでしょ、怒る人いないと思うんだよね、うん、あ努力して新しくね YouTuber って道進んでね、うん、パイオニアとして頑張ったなと僕なんか素直にそう思うんだけど、うんうん、これね、政治家が私の家を自慢しますとか言ってね、私の家、総工費20億円とかなんか言ってね、やってたのに、ふざけんなよと。お前に何庶民の気持ちわかるんだと、うん。いや、だから20億円の家に住んじゃいけないと言わないよ、うん。でもそんなもん自慢しちゃいけないと。うん、でも違うでしょ、立場が。だってその、民間人で、その、まあ、売れない芸人だったのかよくわからないけど、地上波では出たこともないような人が、YouTube ってのにこう目つけて、で、やってみたらブレイクして、で、もう国民の間で、まあ、僕だって知ってるんだからヒカキンって名前は、はい、ぐらい有名になって、でそれでようやく家建てましたって、これいい話じゃん、うん、政治家が自分の家をねなんか自慢してたらね嫌なやつ、うん、だからそれ職業によって違いますよその、うんうん、だからねそういう感覚がねやっぱりねないと、うん、もういうことをねすごく感じますね、こういうの見てるとね。だからねまあね女性だからね、いいんだって言うけど、その選ぶ女性をね、ちゃんとしっかり選べよと言いたい。うん、つまり政治家にね、普通にやってたら、男の基準でね、見たら、政治家になんかとてもなれないけど、女だから政治家にしちゃえなんてね、うん、こんな失礼な話ないよ、やっぱり。だからね、なんか変なのばっかりだよ、エリアルフィアとかね。向こう山なんとかっていうね、はい、あれもね自民党を使い倒すとか僕昔批判しましたよ、はいはい、あれ北海道何区かでまた支部長になりましたよ。あ、支部長ですか。また支部長になったんだからね、なんで参議院できっちり落としてるやつを衆議院でまた出してくるんだと、はい、これ腹立つよ本当に、まあ、過剰なジェンダー政策といいますか、例えば、うんうん、先生もよくおっしゃってますけど男女共同参画センター、はいはい、ああいうのいらないと。いらないよ、はい、やっぱりあれ全部売却しろと。変な方向に行ってますね。いや、あとね、それからね、やっぱり、ね、自民党っておかしいんじゃないのと思うのは、女性候補とか女性3割とか言ってるけど、はい、んと、オタクさんたち何言ってたと。性自認って、トランスジェンダーへの理解増進でしょ。だったら、今 100% になれるじゃん、自民党は。女性。女性そうです、ね、全員女性、性自認は女性ですと、はい。だけど女性が好きですと。こういうふうに言ったら、じゃあそれも女とかいうふうにカウントしてるからだけど、ね、茂木幹事長はそれぐらい言うべきだよ。私は女性ですと。ですから私もその一人にカウントしていただきたいと。で、とか言ったら、それが LGBT 理解増進法の趣旨ですと。これぐらい言ったらね、あ、やっぱり天下の悪法だったなというふうなことがわかるわけで、うん。だけど本当にそうなんですよ。だって私は女性であるって言いさえすれば、はい、もういいんだという社会に突入しかけてる、はい、この間の最高裁の判例でももう前までは性転換手術を受けなきゃいけないよということになったけど、それはもうお金もかかるし、うん、もう体にも負担が大きいから本人の性自認と、うん、こういうものを重視する、なるべくそれに寄り添えと、ということはね、女性ですってもう言えば女性として認められる社会にしようとしてるわけです。そうです。でもね、その人が女性が好きか男性が好きかはまた違うんですよ、これ。だからね、まあそういうね、旗から聞いてたらわけのわからないようなね、うん、これ人類史上始まってこんなことないんですよ。うん、性自認を持って男性と女性だっていうものを決めていいなんていう。はい、だから LGB とかね、この同性愛とかね、両性愛、こんなのはね、古来からあるんです。はい、だけど、で、あとそのトランスジェンダーで自分は、男として生まれてきたけど、自分は女だっていうふうに強く思うと。これもあったんです、古来から。はい。だけど、私は男ですって言ったら男として認めて、社会がですよ。はい。で、私は女ですって言ったら、女として社会で認めるっていう。こんなのは、もう人類が始まって以来ですよ。うん、でもない、そんなことは。うん、だから、そうやって考えてみると、恐ろしいね、ところにね、
いわば前人未到の領域に踏み込もうとしてるわけだ。で、それをね、普通ね、前人未到の領域に行くときには、ちょっと待ったというふうに、こう、なんていうかな、ブレーキをかける。はい。ストップというふうに、ストップというふうにやらなくちゃいけないのが、これが、やっぱり、保守政党なんですよ。だから保守政党であることやめたん。早かったっすもんね、成立まで。何やれもう3日4日でもう、なんか、パン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 と、衆参合わせてね。なんだったら憲法改正できるんちゃうかって。って思うね。はい。で、なんか国民なんか、もうなんか、いや、もうこれ、緊急、必要だから、うん。憲法改正やれよと。うん、70年間もほったらかしにしやがってと、はい。本当にそれは思ったな。まあ、これね、まあ、だから女性候補をね、増やしたいとね、女性議員を増やしたいと。ね、無能な女性候補を増やして、有能な男性候補を落とすようになったらね。はい、これ本末転倒ですよ。国民にとってね、うん、大事なのは、何かって言ったら、有能な政治家であって、うん、無能な政治家じゃないんですよ。男であろうと女であろうと関係ないんで。はい。まあ、ねえ、もうこのね、だから女性局長、これを見てればよくわかるなという気がしますね、私はね。うん、こんなね、エッフェル松川みたいなのをね、やっぱり持ってくるってのはね、はい、やっぱり良くないと思いますけどね。うん、ますます大阪自民が。あ、もう大阪自民壊滅やね。だってね、大阪自民ってあれだけ弱いのに、はい、一人あそこまではしゃいでね、はい、お前さ、と、お前の仲間は誰も受かってないんだぞ、と、はい。その中一人でね、たまたま参議院だから受かってるだけで、はい、衆議院だったら落ちとるよ、と。うん、そうだと思うんだよ。どっか、支部長かなんかになって戦ってみいと。うん、のくせにね、なんか一人ね、なんか調子に乗ってる。うん、まあこれここだけの話だけどね。はい、松川、何がしという人はね、エッフェル松川はね、はい、どうもね、大阪を捨ててね、東京の選挙区から出たがってる、衆議院に出たがってるという噂がね、あ、そうなんですか。まあ彼頼りあるんですよ。はあ、うん、まあ、わかりませんよ。これは審議の果たさではないけど、こういうのってのはね、発表されるまではわからないということになってるから、はい、一応わかりませんが、そういう動きがね、あるというふうに、もう、まあ、噂されてますね。はあ、うん、でもなんか、東京の方でもうまくいってないみたいですよ。はあ、うん、それエッフェルはやめてくれよと。もう無理でしょ。はい、もう、エッフェル、わーっていう感じでしょうね。エッフェル塔に申し訳ないよ、本当に。フランス国民に謝ってほしいと。うん、私のせいでエッフェル塔は、みたいなさ。エッフェル塔怪我してしまった。怪我してしまったと。もうだから日本人がみんな行ったらあそこでエッフェルやったら、エッフェルなんとかって言われるようになるね。うん、まあまあ、本当不謹慎なやつだなというふうに思いましたね。まあだから国民に寄り添う気持ちがないんです。だからこういう人ってのは政治が向かない。そうです、ね。だから官僚やってればよかった。官僚だったら誰もそんなの見てないから。何を土地狂ったのかね。なんか私はなんか外交官出身で、どうぞ、まあ、一生言ってろと。外交はね、好きな人はね、その国民のね、気持ちを逆なでするような外交官ってね、果たして必要なんだろうかというふうに思いますけどね。まあ、エッフェル松川ダメ。だから女性局長はあそこまで腐ってるんだからね。じゃあそのね、腐り切ったね、女性局長の元にね、なんか集めていくのかと。わからないですけどね。まあ、どうですかね、女性局長、もしかしたら辞めるのも、あるかもしれない。もしかしたらこの動画配信した頃には、女性局長に亡くなってるかもしれないですね。まあ、大阪で演説聞いたんでしょ。あ、聞いたんでしょ。やっぱ偉そうでしたもんね。どういうふうに思った？上から目線なんですね、やっぱり。まあ、常に。自分が頭いいですっていうのが、ちょっと滲み出てるというか。ああ、うん。でもね、それね、選挙の時でしょ？そうです。選挙の時って、一番ね、どんな政治家でもね、はい、大体、一番、はい、有権者に、私は有権者と一緒にやってますみたいなね、はい、ごっこする時期ですよ。はい。ね、でも形の上だけでもやる時期。その時期に、上から目線ってことは、普段どれぐらい上から目線なんだっていう話でしょ。そうですね。ほらーって、もうなんかもう、雲の上からね、なんか人見るような感じで生きてんのかね。なんかそこに、なんかいるな、なんか人民がおるわ。違うんですね。どうせ貧しいんでしょってなんか、
エッフェル塔とか見たことないでしょとかね。だから私のツイッターで見せてあげるみたいなね。フランスってパリってこんなに街並みが美しいの知らないでしょみたいなね。どうせ大阪の道頓堀でも歩いてんでしょみたいなさ。通天閣でもタワーだと思ってんでしょこっちはエッフェル塔とかね。腹立つわね。逆に通天閣でこう写真撮りたくなりますね。なんか辻元清美かなんかがやってたでしょ。通天閣じゃなくて、なんかあれはスカイツリーだったかな、なんかやってたよ、同じのこと。でもあれは選挙の最中かなんかで、なんかやってた。で別にそのなんか研修の最中とかじゃないか、別にそんなにね、なんかあれだけど、まあ腹立つね、あれね。そもそもなんでフランス行ったのとか聞いてみたくなるよね。なんか涼しいからでしょ、なんかエッフェル塔見たかったんでしょとかね、なんかこう、こう嫌味を言いたくなるよね、みんなね、やっぱ。でそれひがみだってことでね、ひがみもありますよね。だって今ね普通に円安進んでて高いっすよ。高い高い、めちゃくちゃ高い、めちゃ高いですよ。いけないって、はい、普通のね、あの庶民は、はい、あのフランスに何泊でね、あのそのいけないですよ、はい、であの政治家がね、はい、そう、例えばねウクライナ我々いけないですよ、うん、だけどね岸田総理がねウクライナでゼレンスキー大統領に会いに行ったでしょ。しゃもじ、シャムジー。立派なプレゼントは、ね。立派なプレゼント。で、またほら、あれだろ、この間このサミットに来たのも、はい、あの、シャムジー欲しさに来たんだろ。シャムジー、もう一本と。あれデスクも違うね。これ違うね。だから、シャムジー効果あるんだよ。でもね、あれね、言ったことについて、はい、怒ってる日本国民いないと思うんだよね。うん、こんなね、誰もね、行けないところね、ウクライナにね、うん、首相だけ行きやがって、とかね、はい、言ってる人いないと思うよ。うん、やっぱり、あの時は僕だってね、あの、岸田総理のこといろいろ批判してるけど、やっぱりよく言ったなと思うし、多分命がけだったと思うよ。うん、だって爆弾飛んでくるかもしれないし、はい、何があるかもわからないから。うん、だから、その中命がけで言って偉いなと、うん、やっぱり、これ普通の人ではできないな、というふうに思った。エフェルトと。はぁって。何やこれと。まあ、全然違うでしょ、やっぱり。なんか政治家である特権を乱用してね、なんかやってるようにしか見えないというところがやっぱり腹立たしいと。うん、普通の人はね、みんなね、あのくっそ暑い中ね、大阪のね、中でね、働いたりね、してるわけだ。だって彼女大阪商船行くよ。なんか、暑いじゃないですか、大阪。うん、39度とかね、この間あったよ。暑いですね。暑いよ。そんな中働いてる時にね、もうパリの街並みの美しさとかね、なんかね、コートがない、なんか上着がないとね、寒いぐらいですとかね。なんなんと。で、エッフェルとかなんか、もういい加減してくれよと。エッフェルは使う。エッフェルは使う。もう終わりでしょうね。いや、だって、絶対入れたくないよ、俺。入れたくないです。入れたくないよ。はい、やっぱりね、我々あのね、選挙のね、際に、やっぱり、あの、ヤジとかするのはね、嫌ですよね。あの、なんか、安倍総理のなんかヤジ飛ばしたね、奴らがいたとかね、はい、のあったけど、でもやっぱ松川るいのね、あの、なんか、選挙演説に行ったらね、もうね、100人ぐらいでね、みんなで、エフェルとか やってみたい気がする。あ、YouTube 再生数伸びるかもしれない。そんなんで伸びてもしょうがないでしょ。あ、岩田エッフェルやってるね。100人でやってみた。100人でやってみた。エッフェルと。松川、ご本人の前でやってみた。やばいよ、そんなの。これ、本当にやる人いるかもしれないからやめてくださいよ。いやだけどね、まあ、最後に闇の一つも言いたくなると。うん、まあ、そんなもんじゃないですか。そうです。まあ、この話題こんなもんでいいですかね。はい。じゃあ次は、どれにしようかな。じゃあこれにしましょうか。じゃん、朝鮮学校への補助金を考えると。はい、はい、ではちょっとここからかなり過激になる。はいはい。で一旦一般公開の方はこちらで、ね、あ、じゃあメンバーシップですね、はい、メンバーシップの方に、はい、移らさせていただきます。はい、よろしくお願いします。はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。